日本関東地方東京都稲城市若葉台若葉台は東京都稲城市の地名。現行行政地名は若葉台1丁目から若葉台4丁目。面積は1.318平方キロメートル。郵便番号は206-0824。稲城市西部に位置する。稲城市役所や市立病院や中央図書館のある稲城市要エリアからは離れており。 川崎市麻生区と新和性の強い地域である。京王電鉄若葉台駅の住所と南口方面は川崎市麻生区にあたる。若葉台と名のつく集合住宅が多いが、住所は神奈川県川崎市麻生区であることが多いために、東京都稲城市民になりたい人は注意が必要である。また、稲城市長法にも若葉台を関する住宅街と集合住宅が存在する。 なおさこら、若葉台とプラウドシーズン、若葉台は、若葉台とつくが住所は、稲城市坂浜にあたる。地域内は、多摩ニュータウンとして、紅葉台、長峰の次に開発された地域で、町開き当初は、ファインヒルイナギ町づくり館と、スーパーマーケットや、ホームセンターコンビニエンスストアなど、最小限の商業施設のみであった。しかし、2004年から、 新たな商業施設の建設や計画が相次いで進行している。また、町の人口の増加とともに、地区センターにふさわしい住民サービス施設が整備されつつある。駅近くのデザインに趣向を凝らした、小中学校や若葉大公園、三原市緑地などにつながる歩行者専用道路が整備され各住居エリアと結んでいる。三原市緑地からは、 天気が良く空気の澄んだ日には、新宿福都心の高層ビル群や、横浜港未来21地区のランドマークタワーなどを一望することができる。2009年10月18日にアイプラザが開館。定員410人のホールをはじめ、スタジオ、会期室、実習室、児童、青少年を対象とした、プレイルーム、創作室、図書館、若葉台出張所。 などが入る複合施設である。よく間違えられているが、若葉台駅は関東の駅100選を受賞し、横浜市日区の若葉台が神奈川の町並み100選を受賞している。稲城市で都市景観100選を受賞したのは紅葉台の住宅街のみである。若葉台地区の開発は一通り終了している。住宅地の地下は二千十四年一月一日の工事地下によれば、 若葉台4丁目16番3の地点で18万円平方メートルとなっている。元は坂浜の一部であったが、多摩ニュータウン最終開発地区として1999年3月に町開きし、それまでの稲城市坂浜から若葉台へと変更。以来、民間事業による開発を中心とした住宅開発が進んでいる。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道川崎市麻生区にある京王電鉄相模原線若葉台駅が最寄り駅である。バス、ありがとうございます。